みんな、最近、東京に行って、ちょっと疲れてるんだけど。はい、こんにちは、たくです。もう元気がないです。えー、まあ最近ね、ちょっと東京に、えー、行くことが非常に多くて、えー、まあ疲れてます。いやー、ちょっと1時間ぐらいかかるから疲れるよね。うん。いや、ほんと。まあ別にね、東京自体が、なんか、行くのが嫌っていうわけではなくて、 東京に住んでたので、まあ、東京はすごく詳しいです。はい。で、まあ、まあ、ちょっと前のね、えー、動画とかでも話したんだけど、えー、まあ、この前はね、えー、まあ、いろんなね、えー、出身、地方出身の方とかもいたんで、ちょっとね、八王子ネタでね、えー、ちょっと盛り上がってしまったんですけど、あのー、結構ね、東 東京23区に住んでる方もね、うん、まあ、同じようなこと思ってます。まあ、僕はね、結構ね、八王子ネタでいじるのが好きなんで、えー、八王子に住んでる君たち、えぇ、ー、ま、ぜひね、えー、俺のこと、ネタにしてね。うん。まあ、僕は別にね、あの、ネタにしてくれるのはね、えーまあま、 ある程度はいいと思うんですよ。まあ、あの、東京に行っている時もね、うん、行った時もちょっとね、あのー、まあ、同業他社の方がね、えーまあ、僕の話題をね、えー、会社に戻ったらね、えー、話題にするって言ってたんで、ことをね、まあ、あのー、面白いだこいつらとか思いながらね、えー、同業他社、ね、の方たちもね、なんか、 僕が面白いのかね、知らないんだけど、なんかね、帰ったらね、話題にするとか言ってね、うん、言ってました。まあ僕はね、別にあのー、同じ会社とかね、えー、た同業他社だからね、えー、なんとかっていうね、そういうなんだろうな、あのー、まあ価値観ではないので、別になんかね、面白いことやって、えー、まあ、まあ主に面白いトークとかですよね、うん、受けて、 えー、自分たちのね、その、会社に戻ってもね、えー、話題でするとか言ってたからね、まあ、受けたんでしょう。まあ、そうやってね、僕は、まあ、ちょっとずつね、えー、この業界でね、うん、ちょっと目立っていきたいなと、まあ、思ってます。まあ、目立つ、目立つためには何が必要かというとね、まあ、あのー、普通のね、 普段の、まあ、真面目なね、感じではなくて、まあ、YouTube のね、この面白いキャラをリアルに出していくってことがね、やっぱりね、うん、目立つ、まあ、秘訣かなと思います。僕本当はね、結構真面目なんですよ。うん。で、まあ、結構っていうかかなり真面目な方なんでね、うん、そのね、えー、真面目な感じじゃなくて、ちょっと YouTube でもね、えー、まあなんか面白いことを言う、えー、まあキャラになった方が、 まあ、どちらかというと、受けがいいので、うん、まあ、面白いなと思います。はい。まあ、八王子をね、最近ちょっとね、まあ、いじっちゃったんだけど、まあ、本当ね、まあ、八王子に住んでる皆さん、僕のことをネタにしてくださいね。うん。え次はね、何ネタをやろうかね、まあ、いろいろ考えてるんですけど、うん、まあ、いろいろあると思うんですよ。 東京、23区の中の、まあ、一部のね、地域のネタでもいいですしうん、いろいろあると思ってるんだけど、まあね、東京行くとやっぱりね、どうしても必然的に東京に住んでる人が多いし、あの地方から来てる人より、まあ東京に住んでる人の方が多いかな。うん、まあ、そうだな、やっぱりでも、 一つ上の世代から住み始めたっていう人とかもまあいるわけだから、まあ何とも言えないんだけど、結構ね、うん、なんだろう、ずっと住んでるっていう人も、まあ意外とね、うん、いるわけで、まあ面白いですよね。うん。まあいろんなその価値観とかね、思考とかね、まああると思うけど、まあそういうまあ垣根をね、超えてね、うん、何か一つの、 え、目的とかね、えー、何か一つ達成するためにね、えー、まあいろんなね、えー、まあ価値観を持ち合わせてるっていうのは、またこれはこれで面白いことでもあるし、うん、まあ、前に進むためのね、まあ一つのまあツールとしてもね、えー、いいと思います。まあ、僕はね、別になんかブラック企業で働いててね、うん、別になんかブラック企業って大体ね、みんなね、 こうなんか会社のためにみたいな人たち多いじゃないですか。会社のためにみたいなね。えー、多いんですよ。うん。で、まあちょっとね、最近、そのブラック職を出さないために、会社のためにじゃなくてね、えー、お客さんのためにとか言い出してるんだけど、だけど、まああの、結局ね、あの本質は変わってないんで、別になんか、だ、う、が、ん、それをどうこう言うつもりはないんだけど、うん、まあブラック企業だからね。 うん、本質は変わってないっていうかね。うんまあ、ただね、えー、言い回しがね、ちょっと変わっただけであって、まあ、本質は変わってないので、まあ、そういう意味ではね、うんまあ、どうかなと思うけど。うん、で、まあ、僕はね、どちらかというと別にそこまで、なんだろうその、ブラック企業でこうなんか偉くなりたいと思ってないんで、あの全然思ってないですよ。<laughs> あの全然思ってないから、 なんか、働いてたらね、なんか、なんだろう、こう会社の中でね、なんか、偉くなりたいんだと思ってる人たちがいっぱいいるんだけど、僕はそんなこと一言も思ってないですよ。うん。あの、全然思ってないです。あの、なんかね、会社の中でね、なんかこう、えー、出世するにはみたいなね、感じでね。 すぐ語る人たちいるけど、僕は別にね、あの、出世しようと思ってないし、そうそうなんだろうな。あの、そんなブラック企業の中で別になんか偉くなりたいと思ってないし、うん、まあ正直わかってないなと思いますね。うん。えー、そういうなんか思想,思想ではないですよ。偉くなりたいと思ってないので、まあ今の若い人たち、非常に多いと思いますよ。 あの,若,あの若い人たちの中でね別になんか偉くなりたくないとかね、えー、普通に思ってる人多いと思うけどまあちょっとね世代が上がるとねなんかもうこうまあなんだろうなもっとこう出世してね、えー、すごいお金を稼いでっていうね、まあ、そういう思考の人が、まあ、結構多いんだけど僕は別に そんな別に出世しようと思ってないし、あの、えー、あの、リアル若い若者代表なんで別にそう思ってないですね。うん、出世したいと思ってないし、別になんか、別に苦労し、苦労ばっかりしたくないと思ってるし、うん、それだったらまあ自分でね、なんか、なんか始めてね、えー、まあやり、なんかやりたいなと、うん、 自分で、まあ、仕事をね,ね、作るというかね、ビジネスというか、そういうのがしたいなとは思うけどね。うん。まあ、まあ、うちの会社はそこまでなんか、学歴も高くないんで、なんだろう。うーん、そんなね、なんか超すごい人見たことないんですよね。だいたい,だい,たいどうだろう、まあ。ニットコマ線以下、以下が多くて、 まあニットコマセ線以下が多くてまあその中で、えー、まあこうなんか争ってる感じですねうんも,うもっとかなり低いあのー、人たちも結構いっぱいいるんでねまあなんかそこになんかあんまり競争しようと思わないというかねうん何かなんだろう競争しようと思わないし別になんかその人たち の言ってることは別になんか正しいわけでもないし、うんあんまり興味ないなとか思いながらね。うん、別になんか、あれだよ、その、2とコマ線以下でも、なんかこうね、すごいアイディアがあって、面白いこと言ってて、すごいいいなってことを言ってる人がいれば、それはね、うんまあ、面白い、面白い、興味あると思うんだけど、あんまりね、いないっていうか、全然いないですよね、そう、そこまでの。 なんだろ、う価値観に持っていけるようなね。うん。見習えるような。そういう人はいないですね。だから、まあ、あんまり全然興味ないというかね <laughs>。あんまりというか全然興味ないですよ。正直言うと。だから、なんだろ。なんかを、達成したいとか、別にそんななんか偉くなりたいとか、そういうのはないですよね。 まあそういう感じで、まあ今日は雑談になったのかなという感じで終わります。えー、最後までご視聴ありがとうございました。